確認されている SCP-1001JP の一部の写し。アイテム番号 SCP-1001JP。オブジェクトクラスタウミエルケテル。特別収容プロトコル全国各地に存在する SCP-1001JP の補修作業は早急に行われる必要があります。SCP-1001JP の保全に関わる職員は、SCP-1001JP の持つ反ミーム性への対策を施したゴーグルを装着した上で、収集員の元構成員と協力し、SCP-1001JP に確認できる異常を調べ上げ、補修を行ってください。SCP-1001JP による被害を防ぐため、収容されているオブジェクトの情報を把握できる数は、職員1名につき250件までに制限されます。また、日本支部理事会による指示のない限り、他者に自分の知る SCP オブジェクトの情報を伝えることは禁止されています。イベント、赤炎と思われる現象に遭遇した職員は、直ちに報告を行ってください。説明 SCP-1001JP は、収集員によって日本全土に張り巡らされた術式です。SCP-1001JP は古墳などの史跡に、死人に対する反ミーム性を施された状態で存在しています。現在は正常に機能しておらず、誤作動によってイベント、赤炎を引き起こします。イベント、赤炎は財団日本支部において、職員がオブジェクトの情報を100件把握するごとに発生する異常な現象です。イベントの内容には個人差がありますが、すべての例で発生する度に程度が悪化していきます。ただし、職員 A がイベントを3回発生させた後に別の職員 B が1回発生させた場合、職員 B が遭遇するイベントは職員 A が1回目に遭遇したイベントと同程度であるため、イベントの発生回数の計算は個人ごとに分けられていると考えられています。また、初期のイベント、赤炎は他者には観測できない場合があります。加えて、特別収容プロトコルのみの把握であればイベント、赤炎は発生しないことが明らかになっています。記憶処理によって報告書の情報を忘れさせることでは、イベント、赤炎の発生を防ぐことはできませんでした。イベント、赤炎の発動する条件が、100件を超すオブジェクトの情報を知ること、であるため、D クラス職員を用いた実験は却下され、長らくその性質を詳しく研究する実験は行われていませんでした。しかし1900年、土橋博士より実験の志願がなされ、倫理委員会による入念な協議の結果、実験が許可されました。土橋博士の志願による実験の結果により、現在まで最大で9回のイベント、赤炎の発生が確認されています。これより、財団が許容できるイベントの発生は2回までであると判断され、現在の特別収容プロトコルが確立しました。土橋博士の手記。以下の文章は、イベント、赤炎を観測する実験に立候補した土橋博士の残した手記です。1900年03月12日、本日より、私は SCP-1001JP の引き起こすイベント、赤炎に関連する実験を開始することとなった。その異常性より、D クラス職員を用いることのできない実験であったので、財団をこよなく愛する私が見落とすことにしたのである。本日は手始め200件の報告書を読破した。読破した直後、大きな地震が発生し、実験室が大きく揺れた。同じ部屋にいた職員ともその規模を話の種にした後、収容が崩れてはいないかサイト内の他の職員に連絡を取った。いわく、そのような地震は発生していないそうだ。つまりは、そういうことなのだろう。1900年03月16日、本日で累計200件の報告書に目を通したことになる。このようなオブジェクトが存在していたのかと思い、若干楽しみながら読み終わったところ、激しい頭痛に襲われた。あまりにも強烈な痛みに思わず声を上げてしまい、救護班を呼ぶ羽目になってしまった。薬を飲んだ後も痛みは引くことはなく、今夜は寝付けないでいる。一体いつになればこの痛みは引くのか。不期結局頭痛が引くのに1日かかった。1900年03月22日、合計で300件の報告書を読み終えた。その瞬間、何かが腐ったような臭いが鼻をついた。続いて吐き気を催すような味が口の中に広がり、大きな耳鳴り、視界の暗転と続き、最終的に全身を火箸で刺すような痛みが襲った。
この感覚は数日ほど続いたものの、今日、何とか五感が正常に戻った。非常に苦しかったが、この程度で報告書を読むことを止めるわけにはいかない。止めてなるものか。1900年03月29日、今回の実験で400件の報告書を読んだことになる。今回は自分の身体に直接被害が及ぶことはなかった。が、実験の終了が宣言され実験室より退出するという時にそれは起こった。施錠されていないにもかかわらず実験室の扉が開かなかったのである。無線で助けを呼ぼうにも通じない。今回は異常を察知した実験室外の職員の通報により、機動部隊が救出に来たのでよかったものの、もしこれがなかったらと思うとゾッとするものがある。1900年04月5日、今日で500件の報告書に目を通したことになる。本日は読用した報告書を整理していると、枚数が明らかに合わないことに気がついた。報告書を読んだ場所は実験室なので、報告書が紛失するなどということは万に一つもないはずである。実験を監督していた研究員たちと共に報告書を捜索したが、ついに発見には至らなかった。一体どこへ行ってしまったというのだろう。イベント、赤炎はこんなことも起こせるというのか。加えて、今回の騒動の報告を受けた上層部より、本日から通常業務を停止するようにという命令を受けた。通常業務で紛失等起これば大事である、という理屈はわかる。これからは実験に専念しなければ。1900年04月13日、サイト81にて重大な収容違反が発生。原因不明の機器の故障により多くのオブジェクトが収容違反する結果となった。機動部隊の尽力により1日のうちに全てのオブジェクトを再収容することには成功した。私が実験を行い600件目の報告書を読用したこと、加えて収容違反したオブジェクトが、ことごとく本日私が読んだ報告書に記されていたものであったことは、さすがに偶然であってほしい。1900年04月20日、私はイベント、赤炎に関する実験を行うために今までに700件の報告書を読んできた、らしい。しかし、現在の私にそのような記憶はない。そもそも、オブジェクトに関連する詳細な記憶が一切思い出せないのだ。私の字で書かれているこの手記が頼りだ。私の愛したものを取り返さなければならない。報告書を読まなければ、読み進め、イベント、赤炎の謎の追求をしなければ、私はここで歩みを止めるわけにはいかない。1900年04月30日、手記の内容、そして実験を監督していた研究員たちの言うことが正しいのならば、読み終えた報告書がついに800件を誤した、らしい。今、私のいるサイト、81、は未曾有の水害に見舞われている。防衛機構の働きによって施設内への浸水は免れているものの、パイプラインは断たれてしまい、サイト、81、は文字通り孤島となってしまった。加えて施設内では原因不明の疫病が蔓延しており、現在その対処に追われている。これが全てイベント、赤炎によるものであるとすれば、これ以上に悪いことが起こりうるということだ。未だ、報告書は底をついていない。土橋博士はその後、1900年05月、日に行われた実験において、実験室内に突如出現した未確認の SCP オブジェクトに襲われ死亡しました。出現したオブジェクトは直ちに待機していた機動部隊によって確保され、SCP、JP と分類されました。SCP、JP が出現した原因は状況から推察するに、イベント、赤炎と考えられています。また、イベント、赤炎の発生に呼応するように、全国各地において物理的に観測不能と化した地点の出現が9箇所確認されています。SCP、1001JP が収集員より異常されたのは、他の多くのオブジェクトと同じく1800年であり、その当時はイベント、赤炎の発生は確認されていませんでした。もともとは収集員に長く伝わっていた、収集物の機密保持に用いる術式であり、財団に加入した収集員の元構成員の提案によって日本支部でもしばらくの間運用されていました。文書1001、イベント、赤炎が正式に確認されたのは1900年であり、当時は原因が不明であったために SCP、JP と分類されていました。その後、詳細な調査によって SCP、1001JP の主要な術式である、天罰、
など多数の術式が数多くの改変により誤作動を起こしていたことが収集員の元構成員によって確認され、SCP-JP の細分類がなされました。収集員が財団に併合されることになった際、反対派の残党が各地の SCP-1001JP に対し、時間が経過するにつれて術式に異常が発生するよう細工をしたものと考えられています。現在修復作業が進められていますが、加えられた改変の総数が不明であるため終了時期は未定です。インタビューログ1001、1、以下の文書は、収集員の元構成員である、研究員に対し、SCP-1001JP について質問を行ったインタビューのログです。対象、研究員。インタビュアー、博士。博士こんにちは。研究員。今回は SCP-1001JP について聞かせていただきます。研究員はい、わかりました。私がわかる範囲でのことならできる限りお答えさせていただきます。博士ではまず、収集員において SCP-1001JP とはどういう存在だったのですか？研究員はい。私が収集員に加入した際にはすでに運用されておりました。財団にも伝えられているように、もともとは収集物の情報を外部に漏らさないための術式でありまして、一部は神として崇めてもいたようです。博士神、とは？研究員はい、神道に精通していた私でも聞いたこともない名前だったので、独自に生み出され、発展していった神だとは思うのですが、すいません。名前がどうも思い出せないようです。博士そうですか。では次にイベント、石炎について教えていただけますか？研究員はい、と言っても私にもあまりわかっていない部分はありますが、イベント、石炎は SCP-1001JP の本来の機能と一部共通点があるように見受けられます。誤作動ですから、理解のできない現象も多々ありますが、博士その点を詳しく教えていただけますか？研究員 A、収集物の情報を盗み出した外部の人間に対し下す天罰と似通っているのです。と言っても現在の所有権は財団にありますから、本来は財団に害をなすものではありません。おそらく、報告書を読むごとに微々たる歪みが堆積していき、100件になった時点で一気に暴発しているのではないかと考えています。博士なるほど、では最後の質問なのですが、SCP-1001JP はなぜオブジェクトを出現させたのでしょうか？研究員土橋博士の件ですね、実のところ私も信じられないのです。SCP-1001JP の下す天罰にあのようなものはなかったですから、あれは本当の異常だと考えて良いと思います。ただ、少し考えるところはあります。博士詳しく。研究員はい。実は SCP-1001JP には長い年月にわたって伝えられていくうちに詳細が出現した箇所があるのです。収集物を隠し通す、というあまりにも曖昧な内容の箇所で、実際に収集物の存在自体は隠し通せきれてはいなかったものですから、意味のない部分だと思っていたのですが。博士簡潔にお願いします。研究員あれが出現したのは900件の報告書を読破した瞬間、収集員に収められていた収集物の過半数にも匹敵します。すると収集物の存在がほぼ財団に知られることになる、SCP-1001JP は収集物を隠し通すため、その術式を、異常のある状態で起動させたのでは、と。博士その情報を知っている人間を消すために、オブジェクトを出現させた、と。研究員、いえ、隠し通すべき収集物を増やしたのだ、と。そう考えると、イベント、石炎に呼応するように増加した観測不能な地点、あれも詳しい調査が必要かと思います。博士なるほど、ありがとうございました。これでインタビューは終了します。終了報告書以上の内容を鑑み、イベント、石炎を10回以上発生させることは非常な危険を伴うと予測されたため、いかなる場合であっても1000件以上のオブジェクトの情報を把握することは禁止する。加えて、各地に出現している観測不能地点は重点的に調査を行うこと。ホイ日本に駐留する GOC 極東支部の人員より、イベント、石炎に類似した現象の発生が報告されました。GOC 極東支部に対しては協力を願い出ています。SCP-1001JP の補修は最優先されます。